ボーンの運転するインプレッサグレーン A.P. ーター・レーモンド・ジョージ・ポッサム・ボーンはニュージーランド出身のラリードライバー。スバルのモータースポーツ活動に貢献したラリードライバーの一人。1979年にラリー初出場を果たし、その後ニュージーランド国内戦で腕を磨き頭角を表す。1983年にレオーネをドライブして、 同年のラリーニュージーランドで WRC 初出場を果たし14位を獲得。1984年、1985年のニュージーランドで共に8位に入賞して注目を集め、1986年から始まるスバルのサファリラリー挑戦の一員に加わる。1987年のニュージーランドで3位に入って一躍脚光を浴びる。 1993年から始まる、スバルのアジアパシフィックラリー選手権挑戦に際して、ワークスドライバーとして参戦。小ドライバーのロジャーフリースを、ラリーオーストラリアでの事故で亡くしながらも、同年のドライバーズチャンピオンを獲得。1994年もプクを連続して制した。同年の香港、北京ラリーでは、総合優勝。 2000年には再びエープクチャンピオンとなる。2002年9月に日本初の国際ラリーとして行われたエープクラリー北海道でもグループ A 仕様のインプレッサで総合優勝を果たしている。2003年はプロダクションカー世界ラリー選手権にスバルプロダクションラリーチームのドライバーとして参戦し新型インプレッサグループ N で世界チャンピオンへの挑戦を行っていた。 2003年4月18日、出場予定であった、ニュージーランドのヒルクライムイベント、レース・トゥ・ザ・スカイのコース視察中スバル・フォレスターを、運転中に、正面衝突の交通事故に遭い、頭部、胸部、両足に複雑な負傷を負った。空輸で病院に搬送され、一時の深刻な状態は、脱したものの、4月30日現地時間午前0時58分に、 ニュージーランドの病院で息を引き取った。去年47歳。事故の約1ヶ月後の5月6日に、ニュージーランドオークランドシティより 50km ほど、南にあるポッサムボーンモータースポーツの本拠地である、プケコヘのコミュニティセンターで、メモリアルセレモニーが取り行われ、共に、インプレッサで、プロダクション選手権を戦ってきた、荒井敏弘も参列した。スピーチでは、 ボーンの無名時代からの様々なエピソードなどが紹介され、彼の終始いかなる時にもスマイルを忘れない人柄を表したものとなった。セレモニー後半では、スバルラリーチームオーストラリアのメンバーによる彼とポッサムボーンモータースポーツに対する参加や、彼のこれまでのラリー走行シーンを集めたビデオの上映もあり、お別れのセレモニーというよりも、これまでの彼の多大なる功績に対しての フライゼギビングというものとなった。7月のラリー北海道では、ボーンの遺族が見守る中、ボーンが連覇を目指してドライブするはずだったインプレッサーを、荒井が乗り継ぎ、総合優勝を果たした。ニュージーランド、オーストラリアの国内ラリー選手権でもスバル社で活躍しており、特にオーストラリア選手権では1996年から2002年までの7年連続でチャンピオンを獲得。 前人未到の大記録として、オーストラリアのモータースポーツ史に名を刻んだ人物である。メモリアルセレモニーで、ニュージーランドやオーストラリアのラリードライバーら約100人が、各自のヘルメットを持参して整列していたのが、何より彼の分け隔てない幅広い交友関係を物語っていた。ありがとうございます。